Alright, hello everybody, CP9 キャットです。今回もピクセルパイロシーやっていきましょう。アホイ、前回はですね、新しくティムを仲間にしてですね、で武器の方もいろいろとアップグレードしてきました。ですからね、結構強力になってきたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、実際どうなんでしょうかね。キャプテンのレベル21ですからね。で、あとブラウンビアードのおかげでバイタリティの方も結構上がっているんで、まあ、まさにタフガーイですね。さて、キムの方もレベルアップしていきたいんだけどな、スキルとか覚えさせて。コンバティベンジャーは T だか、T じゃなくて10位だから、あ、でも覚えてんのか。コンバットフォーカス覚えさせようかな。エクセレン。これで、俺たちの海賊はですね、タフで、まあ、みんな恐れていくということですね。さて、はあ、危険度3のやつはもうちょっと行きたいなと思うんだよな。こっちの方が端っこなんだよな。下の方にも行きたいか。結構広いより広くないような気がすんな。まあでも、一つ一つ結構時間かかりますからね。じゃあどっち行こうか。剣の3ちょっと行ってみよっか。OK。あ、ほいで、メイリー。では敵を狩りに行きましょう。コートコート。大事なのは、ここ、狩りですからね。あ、レベル22になった。OK。じゃあ、戦いに行きましょうか。でっけえ船だな。でも体力37とか弱いちいやつだばっかだ。死ね。貴様らの船を私たちに起こすのだ。おお、すごいな。まあみんな船に戻してと、あとキャプテンのお楽しみタイムや。オープン。外れだったか。ちくしょう。で戻った瞬間トイレとかすんなよ。汚ねえな。デルの方がもうなんか、あ、ちょっとこいつ出血してんな。出血してるからデルだよな。デルか。出血してるからバンデード渡して、出血の方止めましょう。オッケー。まあ初めて出血しましたね。まあ、この後も結構出血とか出てきそうですけど、よいしょと。まあバンドエイドの方はですね、ストックしときましょう。できるだけ。まあ、といっても大して、出血しまくるってことはないとは思うんですけど。はあ。仲間の方も増やしていきたいな。ちょっと街の方も探していきたいな。遠くに行けば行くほど、質も上がると思うんだよな。まあ、街の方行こっか。町じゃなくて島の方行きましょうか。いつもなんか言い間違えてしまいますね。お、レベル9になりましたね、キムが。 OK、 島の方はホームレスと、あー、トライバルか。トライバル結構タフだからな。ホームレスとかも結構いるからちょっと数が足りないかな。で、ダイナスティってなんだろう。わかんねえや。まあいいや。ニュートラルの方、ちょっと攻めていってみましょうか。ダイナスティは、エンパイアとかそういう関連の敵の一つなのかな。敵の一つじゃなくて、敵のタイプの一つなのかな。まあ、クルーの方もとにかく強化していくべきですけど、今度はフィッシャーか。魚がたくさんね。まあ多分、まあ、みんな体力もたくさんあるし、武器とかも、お、問題ないでしょ。よし、一人倒した。で、味方の方も体力全然大丈夫ですね。ヘールの方がちょっと一人でボクシングされてるんで、あれ、ケールじゃなくて、間違えた。それ敵だった。エアネスとか、すまぬすまぬ。ちょっとキャベツの方は大丈夫か。みんな大好きキャベツだよ。皆さんもですね、怪我をすれば、工作とかでですね、手を切った時でもキャベツを倒れ、食べれば手の傷なんて見る見るうちに下がっていきますよ。嘘です。
食べ物食べてさ回復するっていう設定がおかしいと思うんだよな。まあでもそうでもしないとゲームのバランス的にはあれでしょうけど、魚の方がたくさんできたら、で今度はヤーネストが出血してるのか。よし、バンドエイドと。では次の場所に行こうかな。相変わらず街がないな。うん、右の方に行こっか、ちょっと今度は。で、また海賊の方もね、戦いに行こっかなと。Ahoy there, matey! Yes, indeed! Ahoy there, matey! さてと。で、みんな、そうだ、装備も強化してんだけど、エアネストの方も TP あるから、開けてっか。ストレンスの方は上げようかな。でもインテリジェンスの方も上げたいってもあるんだけど、レンジダメージ上げたかったらデキスリティなんだよね。まず今ストレスリックかダメージ6って。でデールの方は今18あるのか。スキルブックな、覚えさせるものないしな。ストレンスの方も上げて、バイタリティの方も開けとくか。で、自分自身は12ポイントあるから、またインテリジェンスの方開けていくかな。OK。で、流れ星が。綺麗だな、流れ星。まるで俺たちを祝福してるかのようだ。ほんで、海賊たった3人か。もっとあっちに行ってくんねえかな。シュッシュ。もっと右に寄ってくれ。 OK。 じゃあみんな行くぞ。キャプテン一人でなんだ、なんて言うんだろう、ことわざが、ことわざっていうか、よくあったような気がするんだけど、なんだったっけな。ちょっともう日本に戻ってきたとはいえ、日本語忘れてるんでちょっと思い出せないな。何だったっけ、こうなんか基地ゆかん、なんだ違うな、すまんな、思い出せないな。畜生。あー、今度っていうか、まあ本でも読んでるんですけど、言葉遣いのやつとか今度買ってきます。ちょっとこれは忘れてますからな、自分。皆さんもですね、日本語とか忘れないようにしましょう。海外に行っちゃうとね、話さないとどんどん忘れていくんですよね。で、島着いた。海賊は1人、2人、3人だけど、3人だったら問題ねえな。こいつ1人だけだし、ナイフだけ持ってるし。まあ、ナイフはね、全然弱いんで、一気に畳みかけていこう。パリとかすげえな。ダメージ2と。キャプテンに一人で戦わせんなよ。まあいいけどさ、まあ死んだ男は確かにね、何も語らないから、奪ったこともね、誰にも伝わらないんだろう。で、キムがちょっと体力やばいけど、まあ大丈夫だったね。ああ、スローモーション。なんか笑いのスパイスにどうぞみたいな。オッケー、宝箱開いてと。お金とエリクサーが出てきたね。お、ココナツもあったね。ナイスー。じゃあみんなで船の方に戻ろう。ちょっと2人のモラルの方も下がってきちゃってるな。これもちょっとなんとかしないとな。で、魚の方、ちょっとフィッシャーの方倒したんで、集まったんで置いときましょう。島の端っこから歩いてきてんのに、こいつは追い抜くとかすごいな。で、超異性のね。OK。じゃあ次のところに行くとして、なんか結構海賊溜まってんね。溜まってるっていうか、まあ固まってんね。上行こっか。Ahoy there, matey。 Ahoy there, matey。今日も京都でアホイデア。キムの方もファストラーナーの方覚えたね。
よし、よと。ではまた戦闘に行きましょう。レッツエンゲージ。5人か。いや、6人か。まあ、エレキサとかたくさん持ってっからな。で、乗組員たちの方も結構強いんで、なんやかんやで。多分大丈夫だと思うんですけどね。まあ、戦いの前にちょっとラムの方を渡して。なんだったかな、戦い前にあるじゃないですか。こうなんか、祈るためにみたいな。そこなんか、お酒、ごめん、話せねえや。Oh my god、I'm so... ああ、俺のフォークスキルは今日はなかったんやみたいな。まあいいや、攻撃していってと。ちょっと大丈夫かな。キャプテンの方ちょっと、サンドバッグにされてるんで。カニの肉で食べさせっか。キャプテンが死んでしまうとゲームオーバーですからね。気をつけてと。味方の方も全然体力。余裕のよっちゃんですね。体力20か。ココナッツ食べようかな。あー、ほーい、なんでいい。で、念のため確認してと。39、19、23、39。よし。もう一回確認。全然余裕だと。レベル4じゃなくて危険度4いってみようか次。でもな、味方の方もちょっと増やしておきたいな。味方の方を増やして、おい出る、船に戻れ。味方1人、いや2人増やして、もうちょっと船にさせてから、おっと行こうか。オッケー。じゃあプランダー。うわー、すんげえ船のパーツ来たな。オッケー。でも間違いないか。ターバンな、ターバン結構遠いとこにあんな。武器屋とか。ターバンこっちか。ポピュレーション13なんだよな。でもセキュリティっていう街にもターバンがあるから、ちょっと海賊の方をぶった切りながら、セキュリティに向かいましょう。あ、おいでメリー。デルの方にもちょっとあの調理の方を覚えさせようかな。で、レベルアップしたね。みんなの方にもちょっといろいろとスキル覚えさせていきたいな。役割分担させたいな。今ちょっとキャプテンの方にすんごい負担かかってるんで。何を覚えさせようかな。誰に何を覚えさせるかな。デールの方は便所掃除の方を覚えさせてからいいんだけど、君たちにもちょっと調理の方を覚えさせようかな。一人でみんなのために調理させるのは大変だ。 OK。 で、イベントの方上あんね。イベントの方なかなか行ってねえな。でなんやかんやね、お金3251ゴールになってんな。使わねえとな。あと本も買いたいね。本も買ってインテリジェンスの方も上げていきたいなと思います。多分インテリジェンスだと思うんだよな。わーおおっと、今味方かと思ってちょっとすんごい心臓がキュッてなった。敵だったか、よかったよかった。うわ、味方が落ちたかと思ってよ。もうおっと、なんかまたレベル、武器のレベル上がったのかな。こっちの方にもレベル欲しいですけどね。ちょっとフォーラムの方にもサジェッションとして書いてこようかな。まあいいや、じゃあセキュリティの方に向かってと。でターバーの方に着くんで、みんなのね、モーダルも上がっていくでしょう。みんな体力すげえな。よし、着いた。みんなターバーに行ってこい。味方の方もちょっとやっとっていってと。みんな武器の方もポイ捨てすんのな。デフォルトですか。誰雇っか。いい人とか雇っていきたいとは思うんだけど、
忍者いるね。444ゴールとか。忍者またやっとうか。二人目の忍者。あいえーみたいな。あ、でもこいつグリーディーだ。レベルが上がることに給料が上がっていくから、長い目で見るとあれだな。ちょっと、蹴り出しておっか。こいつは、ペドロか。ペドロ、貴様は首や。で、あ、でもお金か、減ってないか。スペースをしたら確定するのかな？多分、わかんねえや。なるべくね、いいやつ選んでいきたいんだよな。シェパードはどうだろう。ヘアマン。あ、盲目だから 20% の確率で攻撃ミスるのか。でもこれはメガネ与えることで、対処することはできるから、いっかな？うん。じゃあメガネにあげてと。あともう一人雇いたいね。ジムニストやでも雇っか。よいしょと。で、ジムニスト、マリサ。お腹の方が減りやすいか。食料の方は、あそこのフィッシャーたちから倒して、かなり、いただいたんで、問題ないかな。彼をシェフにしよっか、じゃあ。オッケーオッケー。じゃあ、こんなもんですかね。で、新しい、味方が増えました。で、船のパーツは、本の方買ってと、これぐらいかな。で、ちょっとはしごの方も、いくつか買って。で、船のパーツもちょっと売っとこう。お金の方にしといてと。これで2000ゴールドだね。OK。で、クルーの方、ヘアーマンの方は、まあ、さっきも言った通りメガネを渡しておこうかな。で、石と。で、マリサは、マリサはね、何渡そっか。マスタースパーちゃうけど。シェフになってもらおっかな。だから、ちょっと、シェフナイフでも持たせよっか。あと、彼にフィッシングもさせたいから、釣り竿でも渡しとっか。攻撃力たったの1だけど。で、まあ、体力バカになってもらいたいな。で、ハーマンは何させよっか。まあ、攻撃力 100% 当たるようになってるしね。そうだ、武器の方も私の渡しとくか。フレールでも渡そっかな。まあでも死んでほしくねえしな。まあ考えとこうか。じゃあみんな船の方に戻れ。お前はクビにしたから。お前、あれ使ってんじゃないよ。よし、ちょっと。で、シップセットアップでミセラニアスの方で、これの方ちょっと外していってと。で、代わりにちょっと食料、フルーツたくさん置いていこうかな。OK。じゃあ、危険度3とか、4とか行ってみようかな。でも、どこにいいかわかんねえな。イベントの方もちょっと行ってみたいから、こっからちょっと北上していきましょう。にぎやかだな。いやー、でも本当数が増えただけでもちょっとマイクロマネージメントが大変になるけど、戦闘的にすごい有利になると思うんで、じゃあみんな行くぞー。ヒャッハーこれは広い。で、ちょっと食料がすんげえ減ってくな。魚の方も置いてっか。で、お金の方も。お金の方を集めてと。おい、お前、戻れ。危ねえぞ、船爆発すっぞ。オッケー、誰もいないね。よっしゃ、高い。あほいでメリー。で、上の方にまた間違ったね。
まあいいや。じゃあイベントの方行ってみよう。あ、そろそろまたセーブの方も出てきたんで、エピソードの方も区切ることにしましょうかね。はあ、今回のイベントは何が来るかな。いいのが来るといいんだけどさ、出るお金せびったら怒るぞ。あ、ハーマン・ハグマンがいいアイデアを思いついたと。経験値か TP、 TP にしよう。わーお、わーお、インディード、ハーマンすげえな。 TP 上がったか、目が悪いくせに。んー、ハーマン何させよっかな。んー、クッキングとかを覚えさせて、ちょっとみんなにいろいろとさせたいんだが、ブライミー。でお魚の方も今調理してると。オッケーオッケー。あ、そうだ。でイベントが終わったから、今まであの何もしてなかったよ。じゃあこっちの危険度3のニュートラル行ってみよう。いやー、今回はあのエピソードとしたら増員だね。戦闘力強化というところかな。インタクト、よし、レッツエンゲージ。またフィッシャーか。魚がすごいいるな。よし、みんなこいつらを一気に叩き潰すんだ。でもチリザーはたったのこういうの来たからな、大して痛くないんだよね。これはひどい。まあいいや。じゃあこのパーツ高かったけどな、もったいないけど、この船をキャプチャーしましょう。まあ危険度の4とかの海賊の方がいいと思うんで、まあ、ちょっとあれで、それが来るまでこの船を我慢しましょう。まあでも魚の方がたくさんあるんで、しばらく困んないでしょう。じゃあ町行こうかな。あ、ほいぜメリー。で、ね、デールの方もきれいにしたと。で、レベルの方もどんどん上がっていくな。誰がレベルアップしたのかもう分かなくなってきたな。オッケー。パブはねえか。でもスキル屋さんがあるか。オッケー。まあ乗り込んでいってと。What's the point? 知らねえよ。で、ファストラーナーの方を覚えさせようか。まあその前にアイテム売っていこうかな。クラブミートとかんー、ないな。じゃあまあ買っていくかな。ベイビーオイルってある。 100% の確率でクリティカルヒットができるようになるとかあるけど、フィッシング、クッキング、ファストラーナー2つ買おっか。これぐらいかな。で、こいつを何を覚えさせようかな。まあ、ファストラーナーそうなんだけど、あれクッキング買ったよな。オッケーオッケー。こいつにクッキングさせて、こいつマリサに、あ、でもシェフナイフも渡してたのか。ちょっともったいないことしちゃったな。まあ、フィッシングとさせたいけど、ちょっと TP 増やして、フィッシング。OK。で、ちょっと今のはバカやっちゃったけど、まあ、クッキングも1個買ってっか。あとはファストラーナーとか覚えさせていきたいな。コンバットイベージャーとかもあるんだよね。で、こっちの船のパーツか。なんかあるか？欲しいもの。マスト。ないな。ボースプリントベースって193もするのが高かったな。買わなきゃよかったな、あの時。畜生。で、マストとかもあるけど。デッキキャノンとかあるんだよな。あ、いや。じゃあ今回はここら辺で区切ろうと思います。今回もね、ご視聴いただきありがとうございました。楽しんでいただけたら幸いです。ちょっと念のためね、魚の方も撤去してっと。こっちの方には登れないんで、まあ、魚はね、地面に置いてあげないと、こうやって。調理できなくてガチしてしまうんで。OK。じゃあ船も乗ったしね。
あ、フィッシング始めたね。ちょっと見てみようか。釣れるかな。釣れねえじゃねえかよ。まあ、今回はここら辺で終わりにしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。では次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。